今日もね、はい、汚いバイク小屋の前からお送りしてます。ミニトランギアを使って、カツ丼を作っていきたいと思います。はい、じゃあね、使うのはいつものこれです。で、中には、はい、純正のセットが入ってます。基本的に今日もこの純正セットで、ご飯を作っていきたいと思います。
もいい匂いすごいいい匂い。さあ食べましょう。よあ、これ普通にカツ丼だこれ。今日はね、見ていただいた通りカツ丼を作りました。ね、ちょっと手袋のゴムが溶けてね、残っちゃって、これ洗っても落ちないんですよ。まあ、ちょっと汚い感じになっちゃったんですけど、今日作ってと思ったことは、まあ、この基本セットであくまでも作る前提で話しますとね、やっぱりこの形でご飯を炊いて、でこの鍋のフライパンでおかずを作ると言った場合、必ずこの鍋に対してこう蓋が必要なんですよね。で僕の場合はこれ100均の蓋でやってますけど、ね、これを皆さんにね本当おすすめしたいぐらいなんですけど、ちょっとアップにしてますね。で落とすじゃないですか。そうするとね、気密性がいいので、このままね鍋が持ち上がっちゃうんですよすごいでしょこれ。これ外れるんですよ普通に。で普通に落としてね、上に引っ張るとこのまま持ち上がっちゃうんですよ。すごいですねこれね。これは必ずねこのセットには帯同させようと思ってます。はい、それともう一つなんですが、これバーゴのこれアルミのねペラペラの風防ですね、ウィンドスクリーン。アルコールはね本当に瞬間的な火力ってあるんだけど、まあとにかく風に弱いですから、僕のねバイク小屋の前でいつも撮ってるんですけど、まあそこも風の通り道になってるんで、ちょっと北風が吹くとね結構風が強いんですよ。まあトレッキングとかね、まあ、山登りに行けばなおさらのこともっと風が強いはずですから、やっぱりこういったものも必要かなというふうに思います。ですから先ほどのシリコンの蓋と、あとこちらの風防ですね、でこれはもうデフォルトかなというふうに思います。はい、あとねカツ丼に関しましては、まあちょっとお遊びでやったんですが、基本的にこれで煮ることはできるんですけど、カツ丼専用のあのフライパンみたいなのありますよね、あのここにこうやってこれでトットットットって落としていくやつ、まあ、あれはねここが落ちやすいように加工されてるんで綺麗に落ちますけど、ちょっとこれだと難しいと思います、うまくね丼の上に、まあ、落とせてなんぼですから、ちょっとこれはね非常に苦戦しました。まあ、多分二度と作んないかもしれないですけど、本当にね成功してなかったらビデオにしてなかったかもしれないですね。うん、はい、まあそういうことで、今日はカツ丼を作ってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。カッパパでした。